こんにちは、プロドリフチャンネルです。エリカにもいろいろな種類があります。こちらはツンツンと筒状になったユニークな形をしたエリカ、クリスマスパレードという名前がついています。次々と下から順番に花を咲かせてくるというのがこのクリスマスパレードの特徴ということになります。エリカの中にはモコモコと葉姿が茂ってくるものとか、このようにツンツンと伸びながらというようなタイプといくつかの葉姿があるようです。お日様大好きな植物ですから、よく日の当たるところで管理をしてください。水は乾いたら、肥料は春と秋に緩効性の置くような肥料を株元にやる。そうするとどんどんと大きくなってきます。ただしエリカは極端に水を切ってしまうと、葉っぱが触るとパラパラと落ちてきて、そのパラパラと落ちた時点では実は手遅れということなので、極端に水を切らないように育てていただけたらと思います。そして上の方、上の方と伸びてくるので、花が終わったら半分ぐらいに切って、なるべく下から枝を出させ、こんもりと茂るようにしておかないと、下の方は枝だけということにもなりかねないので、その点も気をつけて管理をしてやるといいと思います。